神戸製は台湾高尾市、鈴山区にある地名で、正式な住所地名ではなく、現在の五福市掃除と旧高尾林港線の交差する踏切より南側、鈴山漁港、漁師城まで、東端は旧高尾港駅一帯の高尾林港線貨物支線の線路まで、西は商船道の東側のエリアを続称したもの。埋め立て前の高尾港一帯、神戸製は元は海域で、 日本統治時代に台湾総督府当局が洛港の航路確保のため、高校を浚渫した。1900年に従関線の洛停車場が設置され、1908年に洛港築高第一期が始まり、浅野財閥の浅野総一郎が台湾総督府から認可を得て埋め立て地造成事業を開始、新記事は浅野埋め立て地、または台湾自称埋め立て地と呼ばれた。 埋め立て地エリアは、その後都市計画により、道路網構築と区画整備がなされ、観光庁や金融機関、工場が立ち並んだ。隣接する縁町とともに、市内有数の繁華街へと変貌し、1918年、五郎には、従来の旗子、小船町に取り替わって、地方行政の中心となった。神戸 南東方向に日本の貨物支線が、高尾港や漁港、漁市場、倉庫街へ伸びていたことから、当時の駐在日本人が日本語でこれらを、浜線と、俗称するようになったことが由来で、当時の台湾人居住者もこの、埋め立て地一帯を、高尾訛りの台湾語でそのまま翻訳して、別の漢字を当てた、高明星と呼び始めたことが、名残となって、現在も使われている。 なお国語での読みは、浜新だが、英語表記も含めて、台湾語由来の音が優先されている。日本統治時代の行政地区では、埋め立て地として造成された、小吹町、新浜町、港町に相当する。駅北側、線路の西の山下町一丁目、駅前西側と南側の魚市場までの支線沿いの新浜町一の二丁目。 駅西側の西湖安水道入り口前、神戸製、第一選挙の東側の港町一の五丁目に大別される。新居浜町の港湾地区から船着き場周辺の魚市場までは、貨物専用線が整備され、専業列車が運行されていた。日本語での浜線の俗称は、駅とその周辺の新浜町のみを指していたが、 この地域の産業は大部分が港湾と浜線と密接不可分な関係であり、後に台湾人が高明星と呼ぶエリアは新浜町だけでなく、琴吹町や港町を含む浅野埋立地すなわち現鼓山区南部一帯を指すようになった。現在も複数の村里をまとめた行政上の総称として使われることがあるが、一般的には初期の埋立地エリア内と認知されている。 1930年の行政区分離地図1935年の高尾港一帯地図1924年時点で新浜町と港町で全体の40%を占めていた。1924年時点で高尾への新規進出企業のうち新浜町には13社、港町には11社で全体の6割弱を占めていた。高尾港駅が中間線の終着駅として設置され、 当時は、高尾市の中心地としてだけではなく、高尾港近代化の発祥地として、当時は最も繁栄していたが、高尾駅や州庁舎が移設され、商業地としての地位が、徐々に低下していった。第二次世界大戦中は、激しい空襲を受け、戦後は中華民国統治下で、都心機能は東部への流出は、加速、漁港機能が全鎮区に移転したことで鈴山市場も、高尾港、 第二高校の完成で貿易港、物流拠点としての地位低下も著しいものとなった。近年は、王子の繁栄を取り戻す機運が高まり、市が町並み再生に乗り出しているほか、高尾貿駅施設跡周辺を、神戸製鉄道文化園区と呼んだり、高尾都市運、最古湾駅に接続する、高尾ライトレールの駅名が、神戸製駅となるなど、観光面で、再び脚光を浴びるようになった。 政府が地域コミュニティと共同で推進している公明性最高プロジェクトは埋め立て地エリアのうち旧山下町、旧新浜町、そして旧港町を指している。ありがとうございます。